日本政府とイギリス政府は EPA 経済連携協定の締結で大筋合意しました。日中 EPA の下で日本が得ていた利益を継続し、英国にある日系企業のビジネスの継続性も確保することが可能となると。新たな協定は、焦点だった乗用車と農産物の関税について、日本と EU の協定をおおむね踏襲する内容となります。例えば、日本からイギリスへの輸出に関して、乗用車は関税を段階的に引き下げ、2026年に撤廃されます。一方で、日本に輸入される農産品については、低い税率を適用する新たな枠は設けないことで合意しました。日英両政府は来年1月1日の発行を目指します。